義仲上洛とともに後白河法皇は宗盛以下平家164人の官職を解きます。そしてその平家一門は福原の港を離れ九州筑紫の太宰府を目指して進んでいます。瀬戸内の港で武器食料を補給しながらおよそ2ヶ月の辛い船旅でした。しかし揚々の思いで到着した太宰府で宗盛たちを待っていたのは、この地に御所をお作りするなどお断りいたします。何断るだと？恐れ多くも帝を奉じ奉ってここに参っているのだぞ。しかしご一門の方々はすでに異界官職を解かれておられます。それに皆様をお迎えしてはならぬと法皇様からのお達しが参っております。黙れ頼助、御子は誰のおかげで国士になれたのじゃ？皆平家の力であろうが。昔は昔、今は今でございます。ほんのれ、やい花文吾。なんと貴様の鼻がでかいのは保身の匂いを嗅ぎ分けるためじゃな。お黙りなさい。早々にお立ち退きなくば平和にかけても追い出しますぞ。途中だと見て我ら平家を侮るか。許せんね。覚えておられよ。しかし今攻められたらちと厄介ぞ。主上はお風邪のご様子、武者どもにも船旅の疲れが濃い。宗盛が危惧した通り、その夜のうちに頼助の軍勢は夜討ちをかけてきます。お苦しそうじゃな。何分海の上でのお暮らしが長うございましたから、潮風がお体に触ったのでございましょう。宗盛殿、頼助軍の襲撃じゃ。ご心配なく、すぐに追い払います。早く帝をご存命お討ちせよ。敵ではござらぬ。我らは清盛様に恩公を受けし者。では父上に。お味方でございます。西国にはいまだ平家のご恩を忘れず、再びご一門を福原に京にと祈る者も多いはず。さあ船までお守りいたしまする。おお、助かる。ありがたい、ありがたい。太宰府に裏切られたとあっては、この辺りの者は皆敵に回るであろうな。いや、そうは思えません。現に昨夜もお味方に参じた者が何十人もおりました。そうじゃ、平家の力はこんなものではない。兄上、私の所領屋島に代理を、
陣を張ったらいかがでしょう。それは明暗。屋島なれば今日にも遠くない。法皇様をお味方にする手はずもつきましょう。瀬戸内の勢力を急合すれば源氏とて恐るるに足りませぬ。何、朝日将軍おめでとうござりまする。わしの働きかけがやっと実を結びましてな。征夷大将軍ではなく朝日将軍か。将軍の称号には変わりはありませぬぞ。いや、めでたいめでたい。朝日将軍。殿、朝日将軍などという称号は唐にも本庁にも先例がございません。では早速にお礼の三代をなさるがよろしかろう。しかし。おいでなされませ。何にしましても将軍の位を賜ったからにはお礼を申し上げねば済みますまい。わかった、参ればよいんであろう。参れば。ご苦労でした。きっとお伝え申し上げます。院にはお出かけでございましてな。三種の神器は平家に持ち出されたとは申せ、この都に一日も早く帝をお立てにならねばなりませぬゆえ。そのためのお出かけでござるか。その件につきましてはこの義仲少々存念がございます。おお、おもとが諸国源氏に平家討伐の領事を下された持ち人王の王子様、北陸の宮こそ新しい帝にふさわしいかと。北陸の宮。はい、それがしが加賀におかくまい申し上げております。いや、そのことなればすでに院議において法皇様がご裁可を下されております。ご裁可を。先の高倉邸の第四王子様じゃ。お待ちください、それは承服いたしかねます。義仲殿、文というものがございましょう。武士の身で行為のことに口を挟むなど僭越と申すべきでは。何が僭越だ。王位をお決めになるのにこの義仲を招かぬこそ無礼千万。義仲は不承知でござる。不承知。なんという無礼な。いや、しかしあのように怒らせてはちとまずかろうぞ。木曽殿、木曽殿、お待ちあれ。さすが都でござるな。日頃は田舎の女前しか目にしておらぬ我ら、まことに感服いたしました。いや、しかし義仲殿のおそばには美しい女武者が何人もおられますとか。これは参りました。木曽の女武者も評判でございますが、こちらの冬姫様のお美しさも都で知らぬものはござりませぬぞ。関白殿にそのような姫君が。まあ、そのお美しさは都一、いや、この国一番でござりましょう。やがては帝のお妃にも上がられるお家柄、関白殿も先々楽しみなことでござりまするな。いや、そのような。元房殿、その冬姫殿にぜひお引き合わせ願いたい。なんと義仲殿、調べをしてはある前にこの都には姫が宴の席に出るなどという習わしはございませぬぞ。さようか、それは失礼つかまつった。では帰るぞ。はっ。お待ちください。せっかくお招きしてご不快なお気持ちを土産にお返しはできませぬ。しばらくお待ちを。私は嫌でございます。武者たちの前に出るなど私にはできませぬ。
どうぞ父上お許しを。しかし木曽、いや朝日将軍のたっての所望なのじゃ、お招きしたのは私だし。朝日将軍様はどこかで姫様をお見かけなのでございましょうか。いや姫の顔は知らぬはず。関白様。ん？娘、冬子でございます。これこそ都の高貴な女か。何？あの世の冬姫は偽物じゃと？はあ、琴を奏でたのは冬姫殿の次女だそうでございます。そのようなことが何でわかった？関白家の召使いが酒に酔って得意げに話しておりましたのを聞きとがめ、金をつかませて詳しく聞き出しました。おのれ、わしを偽姫で愚弄するとは。元ふさめ、許さん。なんじゃ、早く申せ。法皇様が頼朝殿へご書状をお送りなされたそうです。インド、頼朝へ。至急上洛せよとのご勅書だそうです。なぜじゃ、なぜ頼朝に。未だ平家の勢力侮りがたしとおぼしめし、鎌倉勢を屋島に向かわせる御心でしょうか。殿、これは一日も早く殿の手で。分かっておる。屋島の平家を滅ぼした者こそ名実ともに源氏の棟梁でございます。頼朝などにつけ入る隙を与えぬぞ。その方たちは残って頼朝に備えよ。水島付近の源氏の手勢に早馬にて伝え、屋島の平家を討伐するゆえ、軍兵と船を揃えてわしの到着を待てと。はあ、そうか、義仲はやっと屋島討伐へ出たか。あの無法者がおらぬ間に早速に神帝御即位の儀を。数日後、先の高倉天皇の第四皇子高成親王が即位されます。御年4歳、後鳥羽帝と申されるお方です。屋島に安徳帝、京に後鳥羽帝、二人の天使が並び立つことになったのです。屋島に構えた平家は義仲に対する西国武士の不満を吸収し、その勢いは日増しに盛んになっていました。ここにはもう負け犬平家の姿はありません。申し上げます。義仲軍が都を出てこちらへ。すでに先陣は水島に陣を敷いております。残なれ義仲、これまでの恥を注ぐ好機到来ぞ。吉田がどこにいる。者ども、引き上げじゃ。おー、吉田か。頼常殿、
き上げじゃ。おお。島まで追うのじゃ。殿、用意した船は残らず焼き払われ、もはやこの浜には一艘の船もありません。なんと。その頃鎌倉では、法皇様からまた上洛のご催促じゃ。こたびは何と。木曽郡の都における牢石許しがたい、急ぎ上洛の上義仲を討てとある。それは義仲殿討伐の院宣ではございませぬか。そうなるのしかもゆくゆくは征夷大将軍の称号をこの頼朝に賜るとほのめかしておられる。即刻ご出陣なされまするか。いや、まだわしは動かぬ。あ、九郎を呼べ。殿。殿、頼朝様より下級のお召しにございます。何やら都でまた異変がありましたようで。うん。歴史が義経を鎌倉の一宮から表舞台へと呼び出します。義仲、少々残念がございます。おお、おもとが。諸国源氏に平家討伐の領事を下された持ち人王の王子様、北陸の宮こそ新しい帝にふさわしいかと。北陸の宮。はい、それがしが加賀におかくまい申し上げております。いや、そのことなればすでに院議において法皇様がご裁可を下されております。ご裁可を。先の高倉邸の第四王子様じゃ。お待ちください、それは承服いたしかねます。義仲殿、文というものがございましょう。武士の身で行為のことに口を挟むなど僭越と申すべきでは。何が僭越だ。王位をお決めになるのにこの義仲を招かぬこそ無礼千万。義仲は不承知でござる。不承知。なんという無礼な。いや、しかしあのように怒らせてはちとまずかろうぞ。木曽殿。
木曽殿、お待ちあれ。さすが都でござるな。日頃は田舎の女前しか目にしておらぬ我ら、まことに感服いたしました。いやしかし、義仲殿のおそばには美しい女武者が何人もおられますとか。これは参りました。木曽の女武者も評判でございますが、こちらの冬姫様のお美しさも都で知らぬものはござりませぬぞ。関白殿にそのような姫君が。まあそのお美しさは都一、いやこの国一番でござりましょう。やがては帝のお妃にも上がられるお家柄、関白殿も先々楽しみなことでござりまするな。いやそのような。元房殿、その冬姫殿にぜひお引き合わせ願いたい。なんと義仲殿、調べをしてはある前にこの都には姫が宴の席に出るなどという習わしはございませぬぞ。さようか、それは失礼つかまつった。では帰るぞ。はっ。お待ちください。せっかくお招きしてご不快なお気持ちを土産にお返しはできませぬ。しばらくお待ちを。私は嫌でございます。武者たちの前に出るなど私にはできませぬ。どうぞ父上お許しを。しかし木曽、いや朝日将軍のたっての所望なのじゃ。お招きしたのは私だし。朝日将軍様はどこかで姫様をお見かけなのでございましょうか。いや、姫の顔は知らぬはず。関白様。ん？娘、冬子でございます。これこそ都の高貴な女か。義仲上洛とともに後白河法皇は宗盛以下平家164人の官職を解きます。そしてその平家一門は福原の港を離れ九州筑紫の太宰府を目指して進んでいます。瀬戸内の港で武器食料を補給しながらおよそ2ヶ月の辛い船旅でした。
しかし揚々の思いで到着した太宰府で宗盛たちを待っていたのは、この地に御所をお作りするなどお断りいたします。何断るだと？恐れ多くも帝を奉じ奉ってここに参っているのだぞ。しかしご一門の方々はすでに異界官職を解かれておられます。それに皆様をお迎えしてはならぬと法皇様からのお達しが参っております。黙れ頼助、恩師は誰のおかげで国士になれたのじゃ。皆平家の力であろうが。昔は昔、今は今でございます。ほんのれやい花文吾。なんと貴様の鼻がでかいのは保身の匂いを嗅ぎ分けるためじゃな。お黙りなさい。早々にお立ち退きなくば平馬にかけても追い出しますぞ。のれ途中だと見て我ら平家を侮るか。許せんね。覚えておられよ。しかし今攻められたらちと厄介ぞ。主上はお風邪のご様子、武者どもにも船旅の疲れが濃い。宗盛が危惧した通り、その夜のうちに頼助の軍勢は夜討ちをかけてきます。お苦しそうじゃな。何分海の上でのお暮らしが長うございましたから、潮風がお体に触ったのでございましょう。宗盛殿、頼助軍の襲撃じゃ。ご心配なく、すぐに追い払います。早く帝を御所へお移しせよ。敵ではござらぬ。我らは清盛様に恩公を受けし者。では父上に。お味方でございます。西国には未だ平家のご恩を忘れず、再びご一門を福原に京にと祈る者も多いはず。さあ船までお守りいたしまする。おお助かる。ありがたいありがたい。太宰府に裏切られたとあってはこの辺りの者は皆敵に回るであろうな。いやそうは思えません。現に昨夜もお味方に参じた者が何十人もおりました。そうじゃ、平家の力はこんなものではない。兄上、私の所領を屋島に代理を陣を張ったらいかがでしょう。それは明暗。屋島なれば今日にも遠くない。法皇様をお味方にする手はずもつきましょう。瀬戸内の勢力を糾合すれば源氏とて恐るるに足りませぬ。何、朝日将軍。おめでとうござりまする。わしの働きかけがやっと実を結びましてな。征夷大将軍ではなく朝日将軍か。将軍の称号には変わりはありませぬぞ。いや、めでたいめでたい。朝日将軍殿。
朝日将軍などという称号は唐にも本庁にも先例がございません。では早速にお礼の参内をなさるがよろしかろう。しかし。おいでなされませ。何にしましても将軍の位を賜ったからにはお礼を申し上げねば済みますまい。わかった、参ればよいんであろう。参れば。ご苦労でした。きっとお伝え申し上げます。院にはお出かけでございましてな。三種の神器は平家に持ち出されたとは申せ、この都に一日も早く帝をお立てにならねばなりませぬゆえ。そのためのお出かけでござるか。その件につきましては